ちょっと前に作ったこの透明洗濯機で目覚めてしまった。渦巻きって超綺麗。やべ、もう水じゃなくて空気でやりたい。空気の竜巻作りてってことでやっていきましょう。じゃあこんな感じに作ったよ。基本的にはただの箱、その上に中から外に吐き出す用のファンがついてる。で、正面には上から差し込む形でプラ板の窓を設置。で、断面、右後ろから空気が入ってきて、でぐるぐる回って上に抜けてくみたいな感じにできたらいいかなっていうね。まあダイソンとかのサイクロン式掃除機と大体同じ構造。果たしてちゃんと竜巻できるのか期待大。チャレンジでブリッジの上からサポート立てられないかなってやってみた。じゃあ 3D プリンターポチウィーンウィーン。できた。いい感じじゃん。ブリッジの上からのサポートってのはちょっと難しかったってことで、まあ一応造形はできてるから、リカバリーしてこ。ちょっと割れちゃったんで、電化の宝刀アロンアルファ。じゃあ窓も加工。こんな感じで傷つけて、割って完了。じゃあそろそろ仕上げ。上にファンつけて、で、ナットで固定したら完成。あ、窓忘れてた。オッケー。で、今回はアルディーノっていう基板が入ったこの装置で速度を調整していく。こんな感じ。やば強っ。ちょっと観察したんだけど、こんな感じでね、ゴミみたいのがくる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 回ってる。きっとね、なんか見えないんだけど竜巻起こってそう。やば。ちょっと可視化していこう。見えるようにしていこう。まずはお線香の煙で。全然ダメ。全く見えねえ。じゃあ次行こう。じゃあドライアイスだったらいけるんじゃね。水張ってドライアイス。お、すげえ。すげえ煙。煙？うん？煙ではないけど、なんていうのかな、これ。うん、すげえ出てくる。オッケー、やってこ。3、2、1。お、すげえ回ってる。回ってるけど、なんか煙？うん？湯気？の、なんか供給量が追いついてない。まあでも回ってるは回ってるね。回ってるっぽい。お、とりあえず成功か。じゃあとりあえず爆速。お、中心から外側に水滴が飛び散ってる。やべえ、ちゃんと竜巻は起きてるね。お、すげえ。でもやっぱちゃんと見えるようにしてってことで、炎だったらいけんじゃねえかって感じでろうそくイン。ファンがついてるから空気も十分供給できると思ったんですが、なんか風速にやられて消えた。ファンをめちゃくちゃ遅くして窓をちょっとずつ下げていく。なんかちょっと揺れてきて、いけるか、いけ、ない。じゃあ最後の手段、固体燃料。本当はドライアイスでなんとかうまくいくっていう計画だったんで、炎系はファンとの間に冷却装置をつけて2本目でっていう動画の計画だったんですけど、取れ高。やば。しょうがない。ファンさん、ごめんなさい。溶けちゃうかも。ちょっとずつ、おっ、うわ、やばい。なんか音もやばいね、音も。ブーンっていう。すっげえ、やば、ちゃんとできてる。スローで見てみると、すっげえ、やば、やばいぐらい細い竜巻。いや、これロマンだな。本当に縁柱だ。もう一回。と、ここで、なんかファンから異音が鳴ってきた。やっぱダメだったか。ちょっとね、ちゃんとやりたいね。ちゃんと金属の筐体で、金属のファンとかでやったらすげえ装置できそう。頑張れ。
頑張れ、やばいやばい、死にそう、もうマックスでやってる、マックスでもう最後最後、ごめんなさいファンさん、ちょっとお亡くなりになっちゃうかもしれないけど、頑張れ頑張れ。あーでもちゃんと竜巻できてそう、できてそうすごいな。あ、動かなくなった。うわぁ、すっげぇ、窓もペナンペナン、ペナンペナンってなんだ。上のところもすっげぇふにゃふにゃ。いやぁ、やっぱプラじゃダメだね。金属とかでファンとかもしっかり作ったら、キャンプグッズとかで炎の竜巻を見ながら料理できるグッズとか、コンロとか作れそう。まあ今日も楽しかった。じゃあまた。